じめまして、サンパウロ在住のこちら青年委員会協議会副会長の後藤ウィルソン忠と申します。この度筑波会議2021開催に関わる応援メッセージの挨拶をさせていただくことになりました。ご参加いただく皆様には、社会と科学技術についてより知識を含めていただくことで、これからのニューノーマルに確実に役立てていただける内容となります。若い世代の創造性、クリエイティビティ、創造力、イマジネーションや実力を生かし、新世界に役立たされることを希望しております。引き続きブラジルより応援しておりますので、皆さんともに国境を越えた友情の絆を広げていきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。